ヒロさん初見こんばんは、ありがとうございます。ヒロとのショコちゃんの、あ、そう、自分のこっち、1番はこっちで2番はこっちに落とした。どっちも同じ曲で、なんか一部の時はあ、なんか違和感、あ、取れてるわ、どこだろうと思ったらその場に落ちてて、二部はシポーンって取れたのが分かった。強くやってたんだけどシポーンって取れた。衣装に引っかかったのかな、一部なんか分かんないけど、そう、シュコラリングポーズ久々に見た。そう、シュコラリング今週の対面が初めてなんです、なんかアドバイスください。リーリさん、ありがとうございます。ビギナー嬉しい、初めましてができるってことですね。え、でも初めてだったらやっぱりなんか、なん、どこで何をきっかけで応援してくれるようになったのかは知りたいなって思ったり、なんか何のライブ初めてが何のライブとか、とか最近だったら、なん、あ、対面は今週だから、まあ、兵庫行ったよとかスペイン行ったよとか、そういうのも嬉しいですね。はい、昨日初マラソンでサブ4達成できました。しょこちゃんきっかけで走ってよかったです。一生応援します。嬉しい、おめでとうございます。すごい、初マラソンサブ4ってだいぶ少ないと思います。私もそこに入りたかったです。初フルマラソンでサブ4達成、すごい、盛大にお祝いして盛大に、休んでください。お疲れ様です、おめでとうございます。タイさんすごいですね、一生応援してください。ありがとうございます。すごいな、初っていうのはもう1回しかないからね。落としたイヤリング蹴られることもある、ありますし、誰かが拾ってポイって投げてくれる時もある、あの踏まれないように。そう、落としても見つかるもんなのね。私は落とした場所が分かったからって感じですね。はい、当たり前ついてるか確認してた、それはもう無意識ですね。関西でも対面来てほしいな。ね、昔はさ、個別握手会っていうのがあって、結構いろんなところでもやってたんだけど、大阪とか京都もやったことあるし、はい、全力でお話しに行きます。嬉しい、楽しみにしてます。それまでにさ、いっぱいこのコメントとかしてもらえたら名前覚えれるから、よかったら時間あるときにコメントいっぱいしてもらえたら嬉しいです。初めてバレンタインデーのサイン会楽しみです。え、でもどうなんですかね、イコラブ史上も初じゃないですか、バレンタイン当日にサイン会ってあったっけな、忘れちゃったけど、拾った後つけました。途中まで踊って MC とか、途中なんか待ちみたいな時にパーってつけた。でもどっちも MC だったかな、多分ずっと握って歌ってた。MC 可愛かった、ありがとうございます。なんか本当に久々すぎて MC が。あのイコラブでもあの壁子タイムに担当になることはあるんですけど、あのツアーとか6周年とかで壁子タイムになることはあるのに、その MC の回しとかはなくって、本当に久々に MC の回しになりました。うん、大会で名前覚えてますよ、書いたの覚えてる。初参戦、おお、あ、そうです、配信予約はサイン会のやつ、そう、絶対この時間にやるよっていうのを予約してます。紛らわしくて申し訳ないです。 MC 珍しかったですよね、ドキドキしました。もうね、なんか曲名がパッて出てこなくなっちゃったりとか、なんか、あ、どっちだっけ、誰だっけ、誰に指す、あ、誰に刺すんだっけみたいになっちゃって、あのドキドキしてました。
残りスペーベも MC、 あ、どうだろうか、変わる、いつも一緒だったっけ、忘れちゃった。残りの MC ももしそこが担当だったら頑張ります。カウントしながらポーズするの大変だよね。そう、カメ子さんタイムはカウントしながらポーズするの大変なんですよ。だって全部前ここにあるからみんなはこうやってできるのにこうなっちゃうから、10、9ってなるからね。そう、1部も2部も仕切りました。なんかラストの競争カタストロフィー、競争カタストロフィーってなってたらラストノートってなって、なんかね、その昨日自分が担当っていうのを知って、担当というか自分がどこを喋るというか、何の台本みたいな、まあ台本っていうほど台本ではないんだけど、台本みたいな流れみたいなのが来たんだけど、私だ、ドキドキしてた。ドキドキしちゃったよ。みんな優しくてアットホームだからさ、ねえ、なんとかなってます配信めっちゃしてくれるの嬉しい、いつもありがとう。こちらこそ見てくれてありがとうございます。やったね。ノロノロあるから一瞬パニック、そうそう、バグる、そうなの。まだラストの音でもサイン会を呪って呪ってみたいななっちゃうんだよね。声聞き取りやすいですか本当に。そう、今日は一部はなんかスペイベって毎回自己紹介の時に何かお題があって、それに沿ったやつをやってるんですけど、それを言って自己紹介するんですけど、一部はツアーで行ってみたい場所で、やっぱり四国が多かったですね。四国の香川が多かったね。やっぱ香川行きたいですよね、みんな。もうイコラブは今香川人気です四国行きたいです。四国自体に行ったことがないから、私は行きたいですね。今回のツアーで兵庫県に初めて行けて、昔なんかイベントで行ってたメンバーもいるんだけど何人かで、私は行ったことがなかったからすごく嬉しかったですね。そうなんです、私は四国と答えました。で、2部はそう、2部はなんかテーマというよりかは、もうすぐバレンタイン、もうすぐバレンタインで愛用作文をしました。私は一番だったからまだ良かったって思ってます。でもなんかめっちゃ迷いました。なんか一番なんか大事、もしかしたら大事かもしれないと思って一番最初って、だからどうしようと思って最初、もうすぐだから、もう私はもう担当なんですね。もう担当だったんですけど、もうみたいな、もうそこでお題というかテーマが決まっちゃうと思って、最初桃太郎って出てて、私の頭の中で桃太郎、え、ちょっと桃太郎やったらやばいかなみたいなそうそうってなってたけど、もうみんなが面白すぎた。でもなんかバレンタインっぽかったですみんな、桃太郎がテーマだったらちょっとなんかだいぶやばいなってなったなんかもう人任せじゃないですか、めっちゃそう、まあまあよかったんじゃないかと思っております。はい、レンジの流れね、行った人にしか分かんないと思うけどなんか面白く出来上がりました。やっぱ最後がね一番大変ですよね。ニャニャさん初見こんばんは、ありがとうございますそう、桃太郎ちさすがにキラーパス、そう本当にさすがにやばいと思ってやめたかくやのひとみん最高すぎ、みんなね、みんなワイワイしておりますかくやでワイワイ
最後リーダーね。うん、しかもうんだからね。うん、バレンタインうんのうん。うんは大変ですよ。やはり。コラブって感じの写真で好き。コラブって感じでしょ。誰かが撮ってたら誰かが入ってきます。入ってきてくれます。で始まりの英雄作文初めて聞いた。でもうんは大体なんかうんってなるよね。トミンの呼吸はすぐ分かった。もうここで呼吸が聞こえて、で後ろでもマイカちゃんがなんかこっちに向かってなんか決めてる視線がこうピュ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 ってきて気づきました。でもどんな顔してるかとか分かんなかったから後から見てびっくり。あれが一番マシな顔でした。もうギリ乗せれるラインの顔でした。お団子ツインで出てきたの見て可愛くて湧きました。嬉しい。お団子ツインでした。今日は2部写真面白かった。ありがとうございます。嬉しい。ギリもっともうみんなね、もうみんな乗せれない顔をするから。こっちは真剣に撮ってるのにお団子だよって。自撮りとかもそう、載せるからなーって言って。面白いよねみんな。載せれない、絶対に載せれない。しょうちゃんもそういう顔して映り込むの。映り込むことはあるけど、たまにこうやって目線送って時はあるけど、変な顔はあんまりしないかも。あんちゃんも載せれないようなことしだすし、もうねびっくりだよ。もう載せれない写真ばっかりたまったんだから今日。ね、一部の髪型好きだった羊さんヘアです。お蔵入り、お蔵入りです。笑顔になれるフォルダ。面白い。元気になれるフォルダね。元気が出るフォルダか。まだ入れてないです。それでしょ、このホルダー圧迫してく。本当にそう、どんどんもう最近すぐ落ちちゃうんだから携帯すぐホーム画面に戻ってくる。 LINE とか開いててもすぐホーム画面戻ってきて。本当に紅茶は写真何枚あるんだろう。いっぱいありますよ、いっぱいあります。買い時ですかね、本当に。ちょっと夏ぐらいまでは持ってほしいけど、まあまあまあ。一番いい iPhone 買おう。15 Pro。 いやプロかは悩む、プロかは悩んでますが15にはしようと思ってます。最近も増えてる。最近はそんなに増えてない気がする。気がするだけかもしれないけど。どこだっけ、どこだっけ、どこだっけ。ああでもなんか、うん、真剣なやつ、真剣なやつですね。今年はね入ってないかもまだ。真剣な、ちゃんと真剣な会話してんですよ。メンバーだけの。真剣なやつが多いです、今年は。
相談とか、とか共有とか、こうでーすとか、共有とか、こここうしようとか、あのツアーのなんか、あ、ツアーのことの話とか、はい、そういう感じですね。共有してます。はい。です。真剣な、もうすべて、もう真剣なのもふざけてるやつも全部同じやつだからね。同じグループだから。って感じで、なんか喉痛い、あ、違うよ風邪みたいになっちゃった。昨日の、え、昨日サイン会でしたよね。昨日サイン会で喋りすぎて喉ガラガラになったじゃないですか、終わって。で、今日リハもなんかあれみたいななって、あの乾燥してるんですよ、あそこ、あのステージ上、ステージ上だけかわかんないけど、ステージ上は乾燥してるんですよ、めちゃくちゃめっちゃ乾燥してて、裏はけた瞬間水飲んだりとかするんだけど、あのもう乾燥してずっとこう呼吸してるじゃないですか、ライブしながらそう、そしたらの喉がガラガラになる、普通に気抜いた喉がガラガラになって、でこうガラガラ声になっちゃうのガラガラ声になっちゃうの気抜くとこうなります乾燥してましたよね、あそこ。そう、今日めっちゃ乾燥しないってメンバーと言ってた。ヒンガーってスモークたかない、炊いてますね、炊いてました、多分巨大扇風機みたいなのがありました、横にだから喉がちょっと使われてる。でも明日はそんな喉を使う系じゃないから大丈夫。明日の合間時間で絶対にバレンタインのサインを書かなければいつも寝落ちしちゃうの私、夜にやろうって言って、今日もちょっと喉、あ、喉じゃない、夜にやろうかなって思ったけど、まあ寝落ちしちゃうよなって思って、だから明日絶対現場に持ってって合間の時間で絶対にやるなんか眠い時に書きたくないじゃないですか、絶対になんか気持ちがこもれなくなっちゃうから、そう、だからめっちゃギリ、あ、ギリギリですよ、あの前日とか最悪当日になりますねいつも、まあ昨日やったら今日提出できたんですけど、まあでも昨日持って帰ってきたからしょうがないですよねだって昨日はさ、だって昨日は22時までやってさ、帰ってきてさ、ショールームとインスタライブやってさ、なんかいろいろやってたんでちょっとね、しょうがないよね。で今日もさね、朝からしょうがないよねだから明日やる、明日の現場に絶対に持ってかないと大変なことになる。え、今日12だから、そうだね。そして重いから絶対に終わらせて提出まで行きたいじゃないとまた持って帰ってこなきゃいけなくなっちゃうの。それはちょっと腕がちぎれちゃうそういう時もあるよね。ね。ヒロさん、クッキーありがとうございます、初見ありがとうございます。イラストなしですやだやだ、イラストみんな楽しみにしてくれていますよね、きっとわかんないけどまあ提出日に間に合えばいいんです。ちゃんとさ、丁寧にさ書きたいもん、私だって化粧に気をつけてね。うわ、ちょっと今日やるか悩むよねしたら明日がちょっとだけ
手的にね、楽しみにしてる、ありがとうございます、嬉しい。でも寝ちゃうかな今日も。なんかショールームが終わった瞬間スイッチが切れるんですよ、なんか睡眠スイッチが、うん、なんか日本語わかんないけど、あ急に眠いってなるんですよ、なんかアドレナリンみたいな、わかんないけど、そう本当にね。トンモダマさん、バレンタインバルーンありがとうございます。トンボダマさん、バレンタインタワー、ありがバレンタイン、あれがバレン、あ、ありがバレンタイン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 、トンボダマさんありがとうございます、ありがバレンタインです、ここでいい、サッピーバレンタイン、ありがとうございます、皆さんもギフトいっぱいありがとうございます、ちゃんと見れてますよ、ありがとうございます。コウキさん、ありがとうございます。コウキさん、I love you! ありがとうございます。初めてサイン会参加した時、名前だけじゃないんだ、すごいだってなったそう、なんか、まあ、メンバーによるね、イラスト描いてるメンバーもいれば、まあ、一言はみんな描いてると思います。はい、スイッチ切れた状態でメイク落とすの大変そう、今メイクしてますか。あ、そうなると思ってお肌はもう落としてます、全部、あとここだけここと、今さっきリップ塗ったから、まあ、リップだけ、こことリップだけです、仕事できです。そうだからお風呂とかもう、もうまずメイク落とすから始まるから、ちょっとでもね楽に素早くって感じで、本当に仕事できの時はショールームやる前に歯磨きが終わってるんです。さすがにコンタクトはね無理だから。そうなんですよね、ね、どうしてそれなんですか、落としてこれです。まあショールームというものは美肌モードというものがありましてじゃないとさ、あの実際会った時にさ、あれってなるからまあ、さきほさん、さきほさん、さきほさん、バレンタインタワー、さきほさん、ありがバレンタインタワー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 、タワー、ありがとうございます。ここでいい、ここにね2個入ってる、ありがとうございます。さきほさん、バレンタインデーキース、ありがとうございます。なるべく早く落とすというものがいいですよね、お肌は特に。モードしてるんですか、してますよ、美肌モードじゃないとすっぴんじゃ出れませんお肌でもメイクは全てここだと思ってる、こことリップだと思ってるということをこのルームが証明してくれてる。まあちょっとね、なんかこのチークとかなんかシャドウとか入ってた方が、シャドウ、ノーズシャドウとかシェーディングとか入ってた方が立体感は出ると思うんだけど、結局はここですね。ショコちゃん見習ってメイク落としてきます。え、絶対今行った方がいいですよ、絶対に。ショコが見てるうちに行った方がいいですよ、めんどくさくなっちゃうから吉子ちゃんの歌声最高でした。ありがとうございます。緊張した、久々の曲もあって緊張しました、ね、インスタのショコも好き、インスタは亀子さんのお写真を載せました、ありがとうございます。おもろい美女だったこんなに面白い動きするの知らんかった。面白い動きしてますか私今ありがとうございます、嬉しいです、嬉しい。ダンスキレキレだった、嬉しい、ありがとうございます。インスタフォローしました、やったー、ありがとうございます。毎日ほぼ毎日投稿してるので、よかったら、特になんかない限りは、はい、
毎日投稿しております。ぜひ。インスタライブのジョコちゃん好き、ありがとうございます。通常運転、まあ通常よりかはちょっとライブ終わりなので、まあ、早口かもしれないですね。ライブ終わりは大体早口です、このルームテンション上がってしまってね。今日面白い動きする、嘘、これしか覚えてない。でもこれ面白い動きじゃないじゃないですかありがとうございます。一部入場でデカリボン見たらリサちゃんだったそう、あのスペイベは髪飾り交換とかいろんな髪型のメンバーが見れるのがポイントです。そう、ライブ終わりはテンションが高めです。だから多分配信が終わった瞬間眠ってなるんだと思うでも今日の朝も眠かった。今日の朝も眠いなーって思ってたけど起きたけど、メイクする前もってなったら、なってたスペイベってレアなの多くていいよね。スペシャルなんで、スペシャルなイベントなんでね。そう、急にスイッチ切れるんですどういたしまして、何も言われてないけどまだみ飾り交換したの可愛かった。やった、ツインのやつつけました。大丈夫大丈夫です。もち、さっき言われた、素早かったです。いつもありがとうございますって言われるから、先にどういたしまして、時差を考慮し今日あったかいですか？今日あったかいですよね。エアコンつけてないけど、そんななんか寒ーって感じじゃない。17度あるこの部屋。15度とか16度だと寒いんだけど、17度はなんかいつもあったかいって感じの気がしますね。今日めっちゃおもろい。ありがとうございます。ね、今日あったかいですよね。今日朝もなんか空気は冷たいんだけど。日光あったかいなって思いました。日光当たってたらあったかいと思ってた。週間天気予報とか見るときあります。なんか今日あったかいかな外とか雨やだなとか、いつ雨止むかなとか。こうやって春になってくる、え、もう早く今すぐにでも春になってほしいな。早く今すぐに、はいどうぞって感じでよろしくお願いします。今週20度もあったけどさ、なんかめっちゃ低い時もあった、11度とかもあった気がする。温度差 10度ある、10度やったん、春一番花粉は、花粉、いや花粉症の人には失礼なくらいビビたる花粉症なんだけど、その花粉症って診断されたわけでもないので、なんとも言えませんね。はい、めっちゃひどいわけじゃないんですけど、うわ目かゆう花粉来てるわぐらいな感じですね。はい、東京でも桜咲いてるとこありました。嘘、梅じゃなくて、すごい、なんとか桜っていうの早いんですよね。あ、ここめっちゃ可愛い、行きたいって思ったところはもうなんか2月だった。お兄ちゃんがめっちゃ花粉症なんですよ。朝起きてハクション、ハクションって聞こえた、あお兄ちゃん起きたなとか、鼻ってあのブーって
大人って、あ、お兄ちゃん起きたなって思ったら、ちょっとやべ鼻血って言ってたりとか。そう、花粉症は大変だなって思いますね。メンバー割と花粉症じゃない、あー花粉症のメンバーもいますね。目覚ましには使ってないですよ。あ、起きたなって、あの起こしに行かなくても大丈夫だなみたいな起きたよっていう合図、お兄ちゃんがうん、とか学校に大きなさティッシュ箱持ってたりとかね。大変だよね花粉症。だから花粉症めっちゃ花粉症だから、近くにいると、あの近くにいるから分かる、花粉症は大変そうだなって。香水は基本的にはあんま使ってないです。対面の時に使うのは白のホワイトリディです。よろしくお願いします。普段は何もつけてないです。家族で私だけ花粉症じゃないんだよね。ラッキーじゃないですか。花粉症ってあんまり治らないって言いますよね。治りにくいって言うよね。横浜公園の花粉を感じる。あら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 。あら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 。お花いっぱいあるしね。お花じゃないか。お揃い？なんかホワイトリリーは7月の香水っていうのを見て、ホワイトリリー気になってたし買おうって。サボンと悩んでたんだけど、悩んでてずっと買ってなかったんだけど、そう、逆に家族で自分だけ花粉症、あらー嫌だわ、悲しいね柔軟剤ホワイトリリーかわいい、いいな、ホワイトリリーいい匂いですよね。お揃いでいいですよ。対面の時の私とお揃い普段つけないから。ひどい時ティッシュ箱1、2個使ってた。すごい、でもなんかそんぐらいなくなってたんじゃないかな、わかんないけど。誕生石はルビーです、濃いピンク7月は濃いピンクです、確か。ルビー、この話題だから目がかゆい、助けて、やだごめんなさい。なんか蚊の話するとかゆくなるみたいな感じですよね。ルビー同じ7月ってルビーですよね。濃いピンクだから、昔ちっちゃい時から濃いピンクは好きで、そうだからね、嬉しいです。7月生まれなので参考になります。誕生石はルビーです。お腹鳴っちゃったさっきからお腹鳴ってる、消化って感じ、帰ってきてちょっと食べたから消化されてるぜ。ルビーって可愛いですよね可愛い色。お腹鳴る定期、そう定期、今までずっとね喋ってる途中になってたりしてたから、あギリ聞こえてないか、みんなには聞こえてないかなって思ってたんですけど、さすがに今黙った時だったんで聞こえちゃったね。お腹空きます。でも今日はチョコがいっぱいありました、バレンタイン近いから、ありがたや嬉しいね、嬉しい、美味しかったです。チョコチョコ
つよだこ可愛かったです、ありがとうございます。お腹入りながら今帰ったら食べてください。これのケータリングいつもいいよね。今日は特別です、バレンタインだから。私たちあげる方なのにもらっちゃって。ぜひリンツのチョコ一番好き。あ、リンツがあるとおーってなる。美味しいですよね。でも前にリンツに行って買ったことがあります。何回か、2回ぐらい。緊張した。なんかお洋服屋さんみたいな感じで、何か気になってる味ありますかって聞いてくれたりとかしてたから緊張しちゃった。年齢チョコ送ります、ありがとうございます。受け取ります、年齢受け取ります。ゴディバのチョコ自分用に買うか、いいじゃないですか。ゴディバ、誰にあげたのかな。あ、バレンタインじゃなくって、なんか何の時だっけな、なんかの時に、誕生日ではなかったと思うんだけど、なんかリンツの券をいただいて、券っていうかなんか LINE で LINE ギフトみたいないただいて、初めてリンツに行きました。自分用です。あげてないけど。でももう一回は何だったっけな、忘れちゃったけど、なんか2回行ったことある気がする。リンツ食べた、美味しいですよね。リンツ全然知らなかったけど、あー、これがリンツというものかってなりました。やばい、あと10分しかない。おしゃれの店入った瞬間から緊張して、分かる分かるみー。バレンタインの予定は3回しかありません。いいじゃないですか、私との予定。ヒロノンさん、初見こんばんは、ありがとうございます。早いですね、楽しい時間はあっという間、本当にあっという間です。まあね、ほぼ毎日やってるので。ぜひともまた来てください。リッツなら知っとるが、リンツはチョコです。丸いね、チョコ見たらわかりそう。最新後電車で寝る自信しかない、やばい、それはやばいです。イコラブの YouTube を見ましょう。電車で寝たら寝過ごしてしまう。そう、ほぼ毎日ショールームやっております。タイムズネタを考えてます。早い、でももうすぐか、もうあと5日後。お洋服準備しなきゃ。でもなんか本当になんか今週忙しいかも。忙しいとか言いたくないけど、今週バタバタで、いつ準備しようかな。いつ準備しようかな。4着4着で連続だから、ちょっとちゃんと考えなきゃ。2日連続だからね。ね、イベントあったり、対面のお洋服まだ先かなって思ってたら、もう来た、もうまあ準備はしてるんだけど、ちょっと量が多くて8着でいいんだけど、多分12着ぐらいある。からその中から選んで、なんかあんまり被らないような色味とかも入れれたらいいなって思ってるけど、コーデを考える、いつやろうかなって思って。キリグランプ面白かったですよね。
はじめましてしに行きます、待ってます、りょうくん、嬉しい。ここは電車乗り過ごしたことありますよ、めちゃくちゃあります。ダボトゲファッション選手権開催されるか、されるかもしれん、みんなダボットで来るかもしれん。こうで考えるの好きですか。こうで考えるのは好きなんだけど、うわこういうのが家にあればいいのになって思うことはいっぱいあります。なんか私の私服って偏りがあるから、珍しいなんか系統だと、うわこういうお洋服あればいいのにとか思う。お疲れ様でした、ありがとうございます。食べ始めましてしたいので、仕事の予定落ち着いたら会いに行きますね、待ってます、お待ちしております。リンツってスーパーでも売ってるんだね、リンツ屋さんすごいですよね、いろんな種類があって悩んじゃうよって感じ。本当にね、イコラブの現場だけ可愛い嬉しい、その特別に慣れてて嬉しいです。服あるけど服ない現象にならない。でもまだそのお話し会でき、あ違う、対面できたいからって避けといてるのがあるので、はい、あとはアクセサリーとかどれぐらい持ってこうって感じですね。嬉しい、しょこちゃんのショールーム見つけることできて嬉しいです、楽しい時間でした、嬉しい、ありがとうございます。うームールズさん初見間に合った、ありがとうございます。そうとか、うわ ズボンばっかだわとか、うわちょっとスカートばっかりじゃないみたいなことが起きますね。どの部でもなんか楽しいって思ってもらえたら嬉しいです。私はコメントサイン会始めましてだから緊張やばい、あらコメントサイン会はいつだっけ、あれですよね、ツアーのやつですよね、トリガーツアーのやつさ。あ靴がないってなる、あーわかるかも、っていうか普段履かない靴とかもその可愛い系統のために取っといてるみたいなとこある。対面の部屋に荷物多そう、多いかもです。あでもカバンの大きさはあんま変わんないかも。中に入る量が変わるだけで、はい、16からか、あ16192あだっけ、あ忘れちゃった、161920いくつだったね、そんな感じだった気がする。やばい時間がない、時間がないよー、そろそろ終わりたいと思います。セットアップはセットアップでいいですよね、セットアップも最近着てない、セットアップ可愛いと思います。よし終わりたいと思います、そろそろランキング、あ27か、16192027、イケエラありがとうございます、やったお話し会ワクワクしてきた、私もですよ、楽しみだからね、みんなと会えるの。あらイベント30万達成おめでとうございます、何がもらえるんだっけ、ありがとうございます。30万だと何かあったんだっけ、やったー、ありがとうございます、嬉しい、バレンタイン、あなんかハート型のなんかお肉みたいな感じだった気がする、ありがとうございます、嬉しい、皆さんからバレンタインをいただいちゃって、やったー、ありがとうございます、皆さんまたこのルームで食べたりとか SNS で載っけれたらと思います、ありがとうございます、わーいわーい美味しくいただきます、嬉しい、ということでランキングを読みたいと思います、ありがとうございます。13位ターくん、12位流星さん、11位人生じいちゃん、10位ヘイブンさん、9位ひでちゃん、8位ていちさん、7位リオンさん、6位こうきさん、間違えた、6位メリダさん、5位こうきさん、4位ウルトラさん、3位黄金さん、2位
さきほさん1位、とんぼ玉さんです、ありがとうございます。2列目、バナナさん、たしみさん、たわしさん、ゆきなさん、とっしんさん、ルルルタンナさん、アンドロメダヤキさん、よっおっちゃん、よしよしさん、あー変わった。2列目、バナナさん、たしみさん、たわしさん、ゆきなさん、ひっきーさん、あおちゃん、とっしんさん、りょうくん、ルルルタンナさん、アンドロメダヤキさん、おっちゃん、よしよしさん、リースさん、サンピンさん、ヒルカレーさん、ライムさん、トラッシュさん、テンさん、ハラディさん、マミュさん、マチオカさん、 URP さんです、ありがとうございます。さきほさん、ありがバレンタイン、友玉さん、ありがバレンタイン、ありがとうございます。ありがバレンタインタワーです、ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントもありがとうございます。皆さんいっぱいギフトも投げてくださってて、バレンタインのありがとうございます。ということで終わりたいと思います。今日はスペイビ東京ありがとうございました。感謝、おやすみなさーい。皆さんゆっくり遊んでください。3連休ゆっくり休めましたか。今週も頑張りましょうね。バイバーイ、ありがとうございました。おやすみなさーい。